ダートはアメリカ航空宇宙局によって計画されている小惑星が地球に衝突するリスクに備え宇宙機を衝突させて小惑星の軌道変更を実験するミッションである。2021年11月24日に打ち上げられ2022年10月に目標の小惑星リディモスに到達予定。地球に衝突し重大な災害を生じる可能性がある。 地球近傍天体は、その大きさが140メートル以上のものに限っても2万5000個が存在すると推定されており、NASA は2016年に地球防衛調整局を新設し、小惑星の検出と脅威評価及びその対策の検討に当たっている。現在そのプログラムの一つとして進められている DART は、 宇宙機を小惑星に衝突させてその軌道変更が可能であることを実証する史上初のミッションである。NASA の支援を受けたジョンズ・ホップキンズ大学応用物理学研究所によって設計と製造が行われており、2018年8月に NASA の承認を得て最終設計と組み立て段階に移行した。ファルコン9によって打ち上げられたダートは、 キセノンガスを推進剤とするソーラー電気推進により、約16ヶ月で二重小惑星ディディモスに到達する予定。ギリシャ語で、双子を意味するディディモスは、直径800メートルのディディモスと1.18キロメートルの距離を置いて、それを周回する直径150から170メートルの衛星ディモーフォスからなり、ダートはディディムーンと非公式に呼ばれるディモフォスを標的として、 自律誘導を行い相対速度秒速6キロメートルで直撃する。2022年10月7日を予定する衝突の時点で地球とのディディモスの距離は1100万 km でダートの質量 500kg の衝突によるディモフォースの周回速度の変化と軌道の変更は地球上の望遠鏡から観測できると考えられている。またダートは イタリア宇宙機関の提供による小型の宇宙機リシアを搭載し、ダート本体の小惑星衝突前に、これを分離して、ディモーフォースに衝突クレーターが生成される瞬間の撮影に使用する。衝突実験を行う小惑星の衛星、ディモーフォースは当初はディディモス B と呼ばれていたが、ダート計画に関わるアリストテレス大学の研究者が提案した。 二つの形態を意味するディモーフォスに変更された。意味としては、衝突実験により軌道が変化し、二つの形態を見せることが込められている。国際協力の枠組みとしては、ダートは2011年に開始された、アメリカ航空宇宙局とヨーロッパ宇宙機関の共同計画アステロイドインパクトディフレクション、アセスメントを構成する2機の宇宙機の1機である。 NASA のダートが二千二十二年にディモーフォースへの衝突実験を行った後、二千二十三年に打ち上げる餌の探査機ヘイラーが二千二十六年にディディモスへ到着し、ダートの衝突クレーターを詳細に観測する計画となっている。当初は餌が担当する大型の探査機 AIM が先行して打ち上げられ、NASA の担当するキネティックインパクト実験を小惑星周回軌道から、 観測する構想であったが、その後 AIM はキャンセルされ、衝突実験の観測は地上の望遠鏡を使用して行われることとなった。ありがとうございます。